お疲れ様です。今回は教育革命ということでねお話ししようかと思いますけども、まあなんかその人に教わるとか人に教えるとかっていうまあ形も随分変わったんだろうなぁと思うんですよね。まあちょっと昔は情報が独占されていたんで、まあ、図書館に情報があったり知識があったり、それからまあ学校の先生とかね、長年人生を生きてきたまあ大人親、近所のおじさんおばさんっていうのがあの情報を の、まあ、発信源だったんですよそういう方に独占されていたんで、まあ、経験が強いところはあったんですよね経験とか見識がでも今は、まあ、幼くしても情報を勝手に取ることができるんでなな勉強がでできるわけなんですよ、まあ、その中で人にものを教わるとか人にものを教えるっていう概念が随分変わってきたのは今までは誰に聞いても同じこと、まあ、世の中の真実みたいなのをね尋ねることが多かったと思うんですよ A はは B、B C っていう感じです。もう決まったものでほぼ変わりがないものねこれをお尋ねることがありましたけどもそういうものっていうのは今あの簡単に検索で手に入るんで価値をすごく下げたんですよねじゃあどこに人にものを聞く価値があるのか人からものを教わってあこれはすごい新しい考え方だなと思えるかっていうと独その A さん B さん C さんの独自の見解っていうのは検索の先にはないわけなんですよ だからそここに差別化がでできるのかなとというところですよねじゃあこれをちょっとね応用してみるとものすごく面白い研究にたどり着いた一つの例がありますそれはですねあの農薬問題ですよねあの実はですね日本で許可されている農薬っていうのはもう世界一多いんですよ、まあ、つまり農薬まみれの農産物それが日本の食文化の現実なんですよでこう聞くとねものすごく農薬漬けの 食品野菜がしかも安く販売されていてやべえな日本の食事みたいになっちゃうんですけどもちょっと待てなんですよこっから。ですよねで私たちがイメージする農薬っていうのは DDT みたいに頭から白い粉をバーっとかけてね白身を GHQ が。 日本人は不潔だからってうんでいろんなところにまいてシラミとかね害虫とかナンキムシを殺したみたいなことがあったんですけどもなんと DDT は人体にも影響があったんですよね。<laughs> ですんでいろんな疾患を出したりかぶれたりとか喉が痛くなっちゃったりとかね、えー、肺を壊したりとかっていうところがあったわけなんですよ。 農作物を作る農薬っていうのも作られていたんで確かにね昭和の初期期かから中期にかけてはは農薬は有害だったんですよでもそっから農薬に対する科学的進化とか研究も進んできて今はねものすごく細かい有益な農薬が開発されてるんですよ。でどんなテクノロジーがそこにあるかっていうと特定の害虫だけを殺して駆除して人体には全く影響がない。そればかりかり 食材の味を引き出して栄養素を倍増させるようなね、まあ、そんなね農薬になってきてるわけなんですよで量産できて寒さとか熱にも強いんでなかなか枯れなかったりするんですよねだから今はね農薬を使った方が有益な食品ができるんですよだからスーパーでものすごく安く野菜が販売されていたりまとめていくらとかねなってるわけなんですよねじゃあ逆に農薬を使わない野菜これは 一体どういういことなななるかとというと実は有害んんですよねなんとそれが分かってきたのが教育革命なんですよじゃあなんで有害と言えるかっていうとそのなんで野菜とかって害虫が来るから食われてまあ枯れたりとかねダメになっちゃう例はもちろんあるんですよ今でも。でも野菜っていうのは今度害虫が来たら食べられないように野菜の中で自らね外敵を殺すための毒素を作るんですよ。 ドックスを作って害虫を寄せ付けないようにするからずっと生き延びてきてるんですよ。で当然人間に食べられることを意識せずにそういった変化をしますんで人間が食べるとねまずいんですよ。でまずいしお腹痛くなるから食べ過ぎるとだからそういう野菜をあんまり取らなくなっているんですよね。でもともとはそういった日本の野菜っていうのはまずかったんですけども食べ物がないんでそういったものでも食べなきゃいけないそうやって生き延びてきたんですよ。でその結果寿命も短くななるし、まあ、いろんなね えー、人体に対する影響も野菜そのものもから取っていたんですよ、ね、そういうふうにね農薬を使わないと実はあの農薬によって守られていない野菜っていうのは生命に対してものすごくね防御能力を働かしていろんな食べた人を害するようになってくるわけなんですよ食べた人とか動物とか虫とかはねそうやって生き残ってきたんですけども現代においてはこれが2つに分かれて農薬で保護すると毒素を発する必要が野菜そのものに,なにはなくなってくるんで実はね 人間に食べられるのに適した野菜が今たくさんできてるんですよね。で農薬によってガードされてるんで害虫がつかないみたいな感じです。その代わり農薬を使わない野菜は野菜の中から毒素を自ら作り出すんでとても食べれたもんじゃないみたいなね。しかも枯れやすいんでものすごく高くなるんですよ。じゃあ今ねなんかこう自然派食品とかね無添加とか言った言葉に踊らされて実はねものすごくコストが高くて栄養素もほとんどなくって 食べたら体が壊れるようなやつをねありがたがって自然派食品の店に行ってあのもう本当にね自己肯定感の塊のね、えー、ちょっとこう健康志向が行き過ぎた人が、うん、一部買ったりとか、ね、それをね手に入りにくいからって言うんでネットワークビジネスに行かしたりとかあるんですけども果たしてねどうなんでしょうかね、うん、だから教育の革命ってやつですよこれも以前は確かに農薬を使ったものの方が有害だったけども 時間が経つと逆転して農薬を使った方が良くって農薬を使っちゃダメみたいな、ね、あ農薬を使わないやつはダメとかねでもそもそも農薬っていう言葉自体のイメージがあの変わったことに気づかないといけないですよね農薬まみれっていうとなんかね毒素まみれみたいな気がしますけども実はものすごくクリーンだよっていうことでいいわけなんですよでさもなければこんなにねあの格安の野菜はね、えー もう世の中に出回ってるわけないですし、それがまたね陰謀論なんだって言ったらねまたこう行き詰まっちゃうところがありますけども、なんでねその日本に農薬がこれだけの種類世界一あるのかっていうと、特定の目的を持った農薬がたくさんできたってことなんですよ。でそれに対して日本以外の国ってのはだいぶ遅れていて大雑把なんですよね。で実際大雑把なんで味も大したことないし、それからどう植物内 における毒素の生成も抑制してないんでえ結構ねあの有害だったりするんですよその結果農薬を使ったり有害だみたいな論調になってくるんですよね自然のものが悪いわけないっていう風に考えちゃうそういった昔の考え方がまだ生きてるんですけども自然のものの方が有害なもの残るっていうねこともやっぱり私たちは知っていかなくちゃいけないかなってとことでしょうかねまあ、時代とともに教育も変われば情報も変わってでテクノロジーも変わって 食品の概念も変わっていくってことなんですよね、うん、まあ、だからあれじゃないですかあの社長から教わったことってタイトルでありますけども何でもかんでも答えてくれるのがサポートなのかってことなんですよそこは自分で考えることなんだよっていう風うなのも教えだと思いますまあ、つまり自分で稼ぐってことは自分で問題解決するってことですからねで問題解決を人じゃなくってテクノロジーに頼る時代になってきたんで 必ずしも人は必要ないともし人が必要だとしたらその人の個人的なな解解釈や見解が必要な時ですよね、うん、確かにねあのサイトとか YouTube を見れば稼いでるか稼いでないかなんて一発で分かりますよそんなの。でも一発で分かるんだけどもえこんな再生数でも稼げてるのみたいな独自の考え方それを貫き通して実績を積み上げている人もいるってことは確かなんで思いもよらないような稼ぎ方っていうのはね。 まだままだだあるんですよね、ま、だ公式化されてない一般化されてないあの YouTube の使い方とかねサイトのアクセスの取り方とかそれはその人が独自にやってきてうまくいったからこそ生き残ってるんですよ、うん、ちなみにねたびたび麻雀の例出して恐縮なんですけどもあの、まあ、麻雀でどうやったら勝てるかっていうことには、まあ、一定の法則があるんですよ まあ確率もあるでしょうし効率もあるでしょうしね、まあ、でも私の見解っていうのはいつもまあ独特で確率率とかそういっった効率を無視した回答っていうのは結構多いんですよでもそれによってずっと勝ち残ってきてしまいにはマージャン店のオーナーになるわけですから私にとって見える景色はこれが正解でそれ以外の確率になんてクソくらいなんですよねでも普通の人にとっては確率とか効率っていうのをまずは網羅していかないと。 勝つ負ける以前の問題になっちゃうんですよね、きっとでポーカーでも同じような問題があるんですけどもこの手から何を切りますかっていうふうなのがあるんですよで大体4割のの方がこれっていうものを選ぶんででで、すすよよ。ね。いわゆる常識的な問題なんですよで選ん選だ人があ自分の答えっていうのは、まあ、マジョリティだなマイノリティじゃないなってみんなはそれ選んでるんだって安心するんですけどもよく考えてもらいたいのは <laughs> 一番多く選んだ選択肢が一番負けてるってことなんですよ 勝つ人って一部なんですよ。だから一部の人にしか答えられないような答えをずっと出し続けてる。つまり、マイノリティの方が正解なんですよね。これ、勝負事とかの世界では全部そうです。マイノリティが全部正解,正解なんですよ。マジョリティ選んでる限りは、勝者にはならないんですよ。ただ、面白いです。<laughs> みんなと同じ回答で、みんなと同じレベルが一番詰まってるのがそこなんで。うん、いつもいつもマイノリティだと、まあ、そもそも誰にも理解されないし、ただ自分が勝つだけでね、ちょっと虚しさもありますね、そこはね。 どうやってもこう敗北の方向にしかほとんどの人は進んでないなって見えるんで誰か自分と同じぐらいゴブゴブでできると出てこないかなみたいなねちょっとそんな気持ちにもなっちゃうわけなんですよ。まあ現れないまま終わるんですけどねやっぱマイノリティですからマイノリティっていうのはマイノリティと出会うことがないんですよねママジョリティはマジョョリリテティィはとよく出会うんですだから共感すごくしたりとかあのまあ趣味にはまるってやつもあるんですけどねだからビジネスも本当に似たような側面があって まあ例えばね YouTube で生計を立ててる人なんて一部なんでじゃあ YouTube で生計を立ててる人に出会えるかはほとんど出会えないんですね自分でそういう人を作るんだならまだしもですけどでも世の中のほとんどの仕事っていうのはなんか仕事なんかもあってすごくできやすいんですよ、まあ、だからねあの、まあ、いわゆる群れる生き方っていうのかな人と上手にやっていこうっていうふうな、まあ、能力も必要になってきたりとかね交渉とかね ああいうことととにななってくるののかかか相手の立場を考えたりとかねまあ様々それはまあ必要なことだと思いますけどもまあでも一人で何でもできるようになるとそもそも他者が必要なくなるんで組織に属することはなくなるでしょうね。でますますなんかこう自分の考え方が自己肯定化されていって独特になっていくみたいなね。だからほとんどの場合1台で終わるんですよねこういうのはね。 うん、このなんか生き方っていうのは相続がほとんど不可能というかそんなビジネスモデルになってるんだと思いますね。教育革命でございましたいっ